アジアゾウは、哺乳工長尾木造かアジアゾウ属に分類されるゾウ。アジアゾウ属の無式種。原生種では本種のみで、アジアゾウ属を構成する。インド北東部及び北西部、中部、南部、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ王国、中華人民共和国、ネパール、バングラデシュ南東部、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス。 パキスタンでは絶滅。模式標本の産地はスリランカ。以前は中華人民共和国北部から西アジアにかけて分布していた、東道町5.5から6.5メートル。尾長1.2から1.5メートル。体高2.5から3.2メートル。最大体重6700キログラム。背中が丸く、最も高い位置にある。鼻のシワはあまり隆起しない。 鼻の先端には突起が上部に一つだけある。次回は小型。前肢のひずめは5本、後肢のひずめは4本。肋骨は最大20つい、おしーは最大34個。出産直後の幼獣は体重50から150キログラム。メスは上顎の門肢が公害に出ない。以下の絶滅足を除いた分類は、諸者にアンドアイゼンベルグ及び諸者に 和名、英名は、バーンズ犬塚役、1986に従う。アジアゾウの群れ主に森林に生息する。食物を求めて放浪するが、近年では、生息地の破壊により、季節的な移動でも30から4 0トルに限られる。メスと、幼獣からなる群れを形成し、群れに発情したメスがいる場合は、オスも加わる。主に草を食べるが、木の枝や、 葉、樹皮、根、果実なども食べる。繁殖様式は体制。5から8年に1回繁殖する。妊娠期間は615から668日。1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は2年。オスは生後14から15年で生成熟する。メスは生後9年で生成熟した例もあるが、生後17から18年で初産を迎える個体が。 多い。寿命は60から80年と考えられている。旗に描かれた白蔵乗り物としての利用はフリカ像と比較すると人間になつきやすく動物園やサーカスで親しまれる他宗教的儀式において利用されることもある。地域によっては白変個体が神聖化されることもある。約4000年前から牙が造下細工の原料として利用されている。 中華人民共和国では国会が官報役になると信じられている。約5,500年前にはインダス川流域で運搬などに使役された。約3,000年前から戦争の道具として利用されることもあった。戦争も参照。スリランカにおける個体数は20世紀初頭には約1万2000頭だったが、現在は約7,000頭に減少している。 農地を荒らす害獣とみなされることもある。インドスリランカなどでは野生個体に襲われる事故により死者も出ている。スリランカでは2010年から17年の間に平均して年240頭の象が殺され、2019年には405頭が殺され、象との衝突によって死亡した人も121人と共に過去最高だった。森林伐採、開墾による 生息地の破壊、牙用や薬用、刺激用の乱獲などにより生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書会に掲載されている。1995年における生息数は35,490から49,985頭と推定されている。日本では増加単位で 特定動物に指定されている。中国では約4000年前から記録が残り、漢字の像は甲骨文字の実際の像の姿の象形から来た。ヨーロッパの動物園及びサーカスにおいて、1902年から1992年の90年間に121頭が誕生。うち34頭は1982年から1992年の10年間に誕生している。 うち48頭は、早産または、母親が原因となった事故等で死亡している。北米の動物園では、1880年から1996年の116年間で104頭が誕生、うち34頭が1年以内に死亡している。世界的に人工飼育下での出産率は0.7%程度と言われている。うち、日本で繁殖した例は以下の通り、 また、海外では人工受精での繁殖に成功している。1975年頃から試みが始まり、1999年11月26日、アメリカのディッカーソンパーク動物園で初めて出産に成功した。新生児の体重は1 7 1ラムで、それまでの新生児の中では最大であった。その後、アメリカ、オーストラリア、イギリス、チェコ、 イスラエル、ドイツ、タイで成功例があり、現在では25例以上の実績がある。繁殖の切り札として期待は大きいが、発情期を特定し、オスからの再生やメスに人工受精するための訓練を必要とするなど、課題も多い。ありがとうございます。